旅長は中華民国、中華人民共和国の軍人、四川軍に属した中国同盟会系列の人物である。字は、官軍、号は平林。祖籍は、湖南省。四川陸軍小学堂、第一期に入学し、1909年に卒業した。その後、南京の陸軍第四中学に入学している。この時に、革命派思想に傾倒して、 中国同盟会に加入した。1910年春、保定陸軍軍艦学校に入学する。1911年10月の武将危機が勃発すると、上海へ向かう。この時、陳その美の指示を受けて、再び北方に戻り、李子祖、王朝明らと共に、北京で同盟会系新聞会を創設した。しかし、1912年2月、遠征前の死者を受けた。 北洋軍第三鎮により、軽心分解は粛清されてしまう。旅長は逃走して、四川に戻った。四川に戻った、旅長は、同盟会系の川軍第五市市長熊、国部の敗下に加わる。1913年、第五市、第二団団長に昇進した。同年、熊に従い二次革命に参戦したが、敗北して、上海に逃亡する。さらに、 日本に留学して、公然学者で学んだ。1914年、孫文が中華革命党を組織すると、旅長もこれに加入している。同年12月に帰国し、密かに繁栄活動に従事した。1915年12月、五国戦争が勃発する。旅長は中華革命軍川南司令と称して挙兵し、 四川省へ進軍してきた、蔡津葉率いる、五国軍第一軍に合流した。旅長は、四川南部での遠征外派軍隊との戦いで、軍港を挙げ、五国軍の勝利に貢献した。1916年6月、第五市、第五十八団団長に任命された。1918年2月、村分らの南方政府により、四川安国軍総司令に任命された熊、北部の命令により、 旅長は、生徒へ先方として進行する。そして北京政府派の四川特軍、リ有アアズを撃破し、これを四川省から駆逐した。これにより、熊国部が四川特軍、楊所大ルが四川省庁に任命され、旅長は第五支市,市長となった。しかし1919 19年になると、熊国部は、陳敬明、東王次義、京、超公敵らと連合して、 つらね症自治を主張し、孫文との路線対立を弱気する。これにより1920年4月、旅長ら孫文派の軍人たちは、遠熊戦争を開始した。同年7月、旅長は熊を生徒から駆逐し、川軍総司令に就任している。しかし熊は、宿敵の劉有りと和解して、共同で反撃し、9月に、旅長は敗北して、上海に逃亡した。以後、 旅長は孫文の直属部下となり国民軍など国内各政治勢力との連合交渉を担当した。1923年5月、この功績により孫文から大元水府参軍長に任命された。6月、孫文により四線内族属軍装司令に任命された熊国部が北京政府派の要森、劉将らに攻撃されると、旅長が 四川内族軍第一軍に任命されて、四川に戻る。しかし熊は、1924年3月に敗北した。旅長はその後も四川に泊まり、四川正しり、陽森討伐の戦いに参加している。1926年11月、国民政府から四川戦意志に任命され、北伐に高応した。北伐完了後は、李宗人らの新仰制派に味方し、 半省解析戦争に参加したが、大敗している。1939年10月、中国甲立、荒木職者を重慶に創立し、開墾事業を推進した。1948年1月、観察院観察委員に任命された。1949年、四川省国民党部隊の中国共産党への基準工作に従事している。1950年、 中華人民共和国で西南軍政委員会委員に任命された。1951年7月20日、重慶で病没。去年62。ありがとうございます。